なこんにちは。今日はこの画像の動画を見てわかっていると思いますが、仮面ライダーゼロワンの悪いやつについてお話ししていこうと思います。早速お話に入っていきましょう。仮面ライダーゼロワンの悪いやつといえば、人類滅亡を企む滅亡人雷ネットっていうね、人たちですね。滅亡人雷ネットを主に支配しているのは、滅びって人とジンっていう人、二人です。で、この滅亡人雷ネット、主に何をやっているかというと、ヒューマギアを暴走させて怪人事件を巻き起こし、世界を混乱させております。そして最終的にはね、やはり滅亡人雷ネット、滅亡、人類を滅亡させるのが彼らの目的なんでしょう。ということで、彼らは第1話でも見たと思うんだけれども、中山きんに君だっけ、あの人がねやってたね、みんなを笑わせようと頑張っているヒューマギアを洗脳したんだよね。何で洗脳したっけ。そう、あのなんか変身ベルトみたいのつけて、プログライズキーみたいの使ってね、ヒューマギアを暴走させておりました。そのベルト、変身ベルトみたいな、なんか、うん、そんな感じのやつがこちらです。はい、こちら絶メライザーと言います。ヒューマギアを悪いやつ、悪いやつっていうかね、あれマギアっていうんだよね。ヒューマギアを悪いやつにするのをマギア化っていうんだけれども、マギア化させるときに使用する変身アイテムです。これにね、プログライズキーみたいなやつ、まあその名も絶メライズキーっていうんですが、絶メライズキーをセットしてヒューマギアをマギア化させてしまうということです。でヒューマギアをマギア化させた怪人たちだけではなくって、滅亡人雷ネットにはマギアっていう戦闘員たちもね、数々いるんですけれども、まあやっぱりね、毎回注目していきたいなと思うのが、ヒューマギアがねマギア化してしまった姿ということです。で、その絶メライザーに絶メライズキーをセットするんですが、絶メライズキーこんな感じです。ちょっと見づらいかな。パッと見プログライズキーとそっくりなんですよね。こちらがプログライズキーですね。そっくりでしょ。なんですが、ちょっと違うところはですね、ここの黒いところ、そこがねマギアの顔、怪人の顔になってるんですね。その辺が違います。で、この絶メライズキーを絶メライザーにセットすると、絶メライザーからなんかビヨンって出て、ブシャって絶メライズキーに刺さって割れます。それがこんな感じね、こんな感じでひびが入ってるっていうか、なんかね不気味な感じになるんですよね。で、そうなるとヒューマギア暴走してしまって、マギア化してしまうということです。で、その怪人たちちょっと見ていこうかなと思います。まずは第1話でも出た中山きんに君、どんな絶メライズキーを使ったかっていうと、あの今見ていただいたこのベローサマギア絶メライズキーです。これを使うと、こちらベローサマギアっていうのになります。これはカマキリのような戦闘力を持つマギアでございます。じゃあ次行ってみましょう。次の絶メライズキーはこちら、エカルマギア絶メライズキーと言います。で、それでマギア化した姿、怪人の姿がこちら、はい、これはエカルマギアと言います。ネズミのような戦闘能力を持つマギアです。じゃあどんどん行きましょう。次はこちら、クエネオマギア絶メライズキーです。このクエネオマギア絶メライズキーでマギア化した怪人の姿はこちら、はい、その名もクエネオマギアです。トカゲのような戦闘力を持つマギアです。では次、こちらネオヒマギア絶メライズキー、こちらを使ってマギア化した姿、こちらネオヒマギアです。こちらはですね、イカのような戦闘能力を持つマギアでございます。イカなんだね。なんだろう、ちょっとイカよりは虫っぽいよねはい、じゃあ次ね、僕ちょっとかっこいいと思っちゃった。まず絶メライズキー、こちらオニコマギア絶メライズキーです。で、怪人の姿はこちら、はい、こちらオニコマギアと言います。パッと見てわかりますよね。コウモリのような戦闘能力を持つマギアになっております。はい、ということで今怪人5名出てきたんですが、その分だけ5つね、絶メライズキーも出てきました。今見せたのはもうね、ブシャって穴開いた後のね、絶メライズキーひび入ってるやつだったんですけれども、これ結構プログライズキーと似てるので、なんかこれをさ、ビルドさんの時じゃないけど浄化させたらプログライズキーになるとかなったりしないのかなーなんて思っております。それかもしくは秘伝インテリジェンスのデータを滅亡人雷ネットが盗んで、それを改造しちゃったのかなって
で、それを取り戻してて、どんどんゼロワンさんがね、新しいプログライズキーをゲットしていくっていう風になるのかな、なんて、まあいろいろ考えてます。それかもう全くプログライズキーとは別物で、プレミアムバンダイで発売されるかっていうね、ふっていう感じのね、そんな感じなのかなって想像しております。だってさ、プログライズキーはバッタの力とか、バッタの戦闘能力とか、狼とか、チーターとか、いろいろあるじゃない？で、そんな中、絶命ライズキーの方も、カマキリ、ネズミ、トカゲ、イカ、コウモリっていう風にね、もともとの生き物の戦闘能力を使っているので、やっぱり似てるからね、この辺どうなっていくのかなと、とっても楽しみでございます。まあ、それにしても滅亡人雷ネットの2人ね、不気味でね、ちょっとね、怖いなって思いましたが、これから悪いやつどんどん増えていくのでしょうか。でさあ、いつもの仮面ライダーの展開だと敵も仮面ライダーになるみたいなね。だからもしかして滅亡人雷ネットの滅びとジンはいずれね仮面ライダーに中盤でなったりするのかな、なんてそんなことも考えておりました。まあどうなるかはお楽しみですよね。しっかり1話1話大切に見ていきたいと思います。ということで、今日はねほとんどお話ばっかりだったんですが、これからねもちろんゼロワンバルカンバルキリーの新しいホームも楽しみです。それもね後々ね皆さんに紹介していきたいと思うんですけれども、次々とプログライズキーもね発売されますしね、どんな奴らと戦っててこれからどんな敵が出てくるのかっていうところ僕も気になったので、気になった人いるんじゃないかなと思って今回こんな動画にしてみました。他にもいろいろね情報持ってる人いましたらコメント欄にコメントお願いします。じゃあまたお会いしましょう。バイバーイ。やっぱ怪人って怖い。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押すか、この小豚さんのマークを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさんあるのよ。